武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山梨大学の医学部医学科の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間が理科2科目で120分で大問が4題なので、まあ実質60分で大問4題解くような形ですね。で、出題の問題の、構成としてはですね、まあ論述問題、出てくりますが、記述結構多め、で、まあ論述だけできればっていうよりは割と分析力を問うような問題、が出てきます。まあ例えばその文章の中の間違ってるものを全て選びなさいみたいな、ものも出てくるので、まあ、読み取る力、正確な知識を持ってる、などのところがいりますので、なんかその論述さえできればっていう試験でもなく、トータルの、総合力っていう部分が非常に、重要になってくるとですね。でレベル、に関しては、まあ、理系標準問題集など、が一冊しっかり仕上がっていれば、十分対応できる難易度ではありますが、まあそれプラス講義系の参考書、まあ、大森、の最強講義や、まあ、合格生物、もしくは、まあ、教科書だったり、まあ、資料集など、そういったものをしっかり読み込んで、ですね、かなり知識を正確に入れて、それを使いこなして考えられるように、しておかないといけないかなということですね。暗記だけで乗り切ったり、論述だけで乗り切ったり、じゃなくて、その場でちゃんと考えてっていうことが、やらなければいけないので、まあ、そこは、しっかり練習しておきましょう。で、 できれば、まあ、理系標準問題集など、なんというか汎用性が高い問題集を使った上で、国立標準問題集キャンパスなので、まあ、国立向けの論述の練習や、グラフ書いたりする問題などの練習もしっかりやるように心がけてください。で、まあ、ここの、生物に関しては、まあ、解く問題だったり、やり方の偏りっていうのがなかなか許されない問題の構成となってますので、いろんな出され方しても全部に対応できるよう、トータルの力を高めていくように心がけてください。以上が生物の勉強となります。